皆様こんにちはお金の研究所です今回の動画は緩和縮小で銀行株爆上げ三菱 UFJ 株の今後はというテーマでお話しさせていただきます本日もよろしくお願いいたします昨日以下の動画で長期では900円を超え株価が切り上がっていく展開を予想するとお話ししました 本日ビッグニュースが入り、すでに株価は900円の目前まで迫ってきておりますので、急遽動画を作成しました。昨日の動画は三菱 UFJ の業績などについてより詳しく解説しておりますので、ご興味があればぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。これは直近の株価チャートですが、 昨日までは770円あたりを推移していましたが、本日一時846円まで上昇する展開がありました。日経平均が700円程度下げる中での逆効高です。そのビッグニュースというのは、日銀が金融緩和の縮小を決定し、長期金利の上限を0.5%引き上げ、それにより実質的な利上げとなったことです。これを受けて為替も大幅に動き、 4円程度の円高となる場面がありました。この実質的な利上げを受け、銀行株は軒並み上昇しております。先日お話ししました京都銀行なども一時6%近く上昇しておりました。以下のスライドでは、この実質的な利上げを受けて、リザヤはどれほど改善し、三菱 UFJ の業績にどれほどのインパクトがあるかについて解説したいと思います。 まずこれは三菱 UFJ の直近の決算資料の一部であり、国内の貸し出し金に関する情報が記載されている資料です。この資料によれば、三菱 UFJ は現状での国内貸し出し金残高が66.9兆円あるとのことです。そして大企業向けと中堅中小企業向けで若干異なりますが、大体0.5%程度を推移しております。 これらのことから考えますと貸し出し金残高が66.9兆円であり現在のリザヤは0.5%程度ですので例えばリザヤが0.1%改善して0.6%程度になれば単純計算で670億円程度の純利益が上乗せされることになりますただ三菱 UFJ の通期の純利益の予想は1兆円ですので割合に直すと6.7%程度の影響に過ぎません そして海外ではすでに利上げがどんどん進んでいますので、海外の例を見てみますと、ここ1年での貸し出し金の利回りは1.2%から2.9%程度まで2倍以上に上昇しておりますが、預金金利も0.2%程度から1.6%程度まで上昇しております。したがって利座屋はここ1年で0.94%から1%程度までしか上昇しておらず、 0.06%上昇したのみですよって海外の例からは利上げにより貸し出し金の利回りは確かに上昇はするものの預金金利も同時に上昇するため利やは急には上昇せずに徐々に切り上げていくことになりそうですそして海外の例ではあれだけ金利が上昇しても0.06%程度の利やの改善です今回の日銀の実質的な利上げは 0.25%から0.5%と、わずか0.25%に過ぎませんので、このことのみでは業績に与える影響は軽微であると思います。以上をまとめます。12月20日に日銀は緩和縮小を決め、それを受けて銀行株は爆上げしました。その背景には、金融緩和縮小により、利上げがなされ、利罪が改善するとの期待があると考えられます。 三菱 UFJ の決算資料から海外の例を見ると、貸出金利が上昇しても、預金金利も上昇するため、利ざ屋は急には上昇しないことが予想されます。1年ぐらいの期間を取ると、1000億円程度の利益の上積みはあるかもしれませんが、今年の純利益の通期予想は1兆円程度ですので、10%程度であると考えられます。ただ、銀行株に成長余地が生まれ、 万年一倍割れの PBR が改善されれば、株価の上昇余地は生まれるのではないかと思います。個人的にはここが株価の上昇には非常に重要な点であると考えております。昨日配信した動画では、4から5年で900円を超えていく展開と予想していましたが、日銀の政策転換が思ったよりも早く、黒田さんの退任前での決定でしたので、 900円を超えてていいく時期はは前倒しされるのではないかと思っておりますもし三菱 UFJ の今後の展開について皆様のお考えがあれば是非コメント欄へお願いいたします本日は短いですが以上ですご視聴ありがとうございました是非チャンネル登録高評価コメントなどありましたらよろしくお願いします以上です